ピリッポイの場所ピリッポイは、東、マケドニアにあった古代都市。紀元前356年に、ピリッポス2世によって創建され、14世紀にオスマン帝国に征服された後、廃れた。現在の都市、フィリッポイは、この都市の移行近くに位置している。日本語聖書の訳語観光では、ピリピ、フィリピとも、新約聖書の一書、 フィリピの神徒への手紙の宛先としても知られる。その都市遺跡と古戦場跡は2016年に世界遺産リストに加えられた。ピリッポイは古代マケドニア王ピリッポス2世によってタソス人の植民都市クレニデスがあった場所に創建された。英ゲ海の最北端に近いピリッポイはオルベロス山の麓に位置し、河原の1 2トル北西にあり、現在の平野部の北端に位置する。 この平信は当時一面の沼地であって、この沼によってピリッポイは南のパンガイオン丘陵から隔てられていた。ピリッポス2世の意図は、この都市をもって付近の近郊の開発を促進し、また軍事防衛の拠点とすることにあった。ピリッポスは海岸沿いの2都市、アンピポリスとネアポリスを結ぶ街道を防衛する用地であった。 後にこの街道は古代ローマにより再興されて、エグナティア街道となる。ピリッポス2世以降、歴代の王はピリッポイに自治権を認めた。またピリッポス2世は南の沼地を干拓させた。紀元前167年アンティゴノス朝が滅び、ローマ領となったマケドニアは4つに分割された。ピリッポイはアンピポリスを主婦とする東、マケドニアに編入された。 この時期の遺構は、あまり残っていない。市中心部の遺構。前方から、フォルム、市場、バシリカが並ぶ。ローマの内乱時代の末期、ユリウス・カイサルの死後、オクタヴィアヌスとマルクス・アントニウスは連合して、カイサルの暗殺者、マルクス・ユニウス・ブルートゥスとガイウス・カッシウス・ロンギヌスを、ピリッポイの西に破った。戦後、勝者二人は何人かの退役兵をピリッポイに、 入植させ、戦勝を記念して、死をコローニア・ウィクトリクス・ピリッペンシウムと解消した。紀元前30年にオクタヴィアヌスはさらに死の再建を進め、イタリアから多くの退液兵をピリッポスに入植させた。死は彼の死族名ユリアにちなんで、コローニア・ユリア・ピリッピネンシスと解消され、さらに紀元前27年、オクタヴィアヌスが元老院から、 アウグストゥスの称号を送られた後、コローニアアウグスタユリアピリピネンシスと解消された。2回目の解明後、そしておそらく第1回目の解明の後にも、ピリッポイの土地は四角上に区画割りされた上で、入植者に分配された。ピリッポイには、マケドニア時代の市場が残り、市の設計は部分的にのみ変更された。以前からあったギリシア風のアゴラの東側に、 ローマ風のフォルムが追加された。ピリッポイはさながら小型のローマといった趣を呈した。ローマ法が適用され、ローマから直接任命された二人の軍人が死を収めた。付近の金鉱山ゆえに、ピリッポイの経済上の重要性は、エグナティア街道沿いで際立っていた。この頃の意向からは、ピリッポイの富が忍ばれる。比較的小規模な都市に大きなモニュメントが、 数多く存在しており、主要な道路の両側に広がるテラスからなるフォルムが、クラウニュース帝からアントニュースピュース邸の地勢の間に、数字にわたって造営された。また古い円形劇場は拡張され、ローマ風の競技会が行われた。ラテン語の飛文が多く出土し、この時期の死の繁華がうかがわれる。紀元後49年か50年頃、ろ、死パウロは幻に導かれてピリっぽいを訪れた。 パウロには、シラス、テモテ、おそらくは、ルカであるとされる、使徒行伝の筆者が同行しており、パウロはこの町で、キリスト教伝道を行った。ピリッポイはパウロが初めて訪れた、ヨーロッパの都市でありパウロは、市の西を流れる川で、紫布を商うジュデアという女性に洗礼を授けた。パウロが占いを行う少女から悪霊を追い出した、ことで、市では、暴動が起き、 パウロとシラスは逮捕され、鞭打たれて投獄された。その晩、地震が起きて、牢屋の扉が開いた。牢番はこれを見て囚人が逃げ出したものと思い自殺を図ったが、パウロはこれを止めた。牢番とその家族はキリストを信じた。彼らは、新約聖書が伝えるヨーロッパでの初めてのキリスト教会宗者である。また、死と行伝によれば、ピリッポイのユダヤ人コミュニティは、 ささやかなものでシナゴーグは存在していなかった。そのためにユダヤ人たちは川辺に集まって礼拝を行っていた。パウロはその後2回56年と57年にピリポイを訪れている。フィリピの信徒への手紙は61年から62年に書かれたと推測されており、パウロがピリポイの信徒たちに直接影響を与えていたことが伺える。 ピリッポイにおけるその後のキリスト教の展開は、スミュルナ主教、ポルカリポスがピリッポイの神徒に当てた160年頃の書簡およびいくつかの母妃によって知られている。バシリカビー、南西から、後ろにアクロポリスが見える。パウロ聖堂におけるポルピュリオス主教の碑文、ピリッポイで知られている、最初の聖堂は小さな建物で、元来は、 祈りのための小さな家であったと思われる。敷地のモザイク碑文からパウロ聖堂と呼ばれる。この建物は343年のセルリカ、教会会議に出席した主教ポルピュリオスの書簡から、その頃に建てられたと推定される。この土地においてパウロがキリスト教徒共同体を創建した証拠は、考古学上も文献上も存在しないが、 ピリッポイは5世紀と6世紀にこの地方のキリスト教の中心となり、それはパウロの宣教に由来すると考えられた。他の都市と同様、ピリッポイには多くの新しい教会建築が建てられた。4世紀中頃から6世紀にかけて7つの異なる聖堂が建てられ、そのうちのいくつかは美しさと大きさにおいてテサロニケやコンスタンティノポリスの著名な聖堂に、 危険するものとなった。パウロ聖堂のあった場所には、五世紀の終わりに大聖堂が建てられた。大聖堂は八角形で、コンスタンティノポリスの聖堂にも劣らなかった。この時代に、バルカン人の脅威に備え、死の城塞が再建された。473年に、ピリッポイは東ゴート人に包囲された。死は、陥落を免れたが、周辺の存落が焼き討ちにあった。 ピリッポイの一石六世紀の終わり、スラブ人の侵略により、マケドニアの農業経営は崩壊し、またおそらくは547年の薬病大流行の影響もあって、ピリッポイはかなり弱体化していた。619年頃、地震によって都市は完全に破壊され、その打撃から二度と復興することはなかった。七世紀にもある程度の都市活動は行われていたが、 その規模はもはや損落以上のものを出なかった。東ローマ帝国はおそらくピリッポイに守備隊を中屯させていたが、838年、ピリッポイはイズブルハーン率いるブルガール人によって占領された。バシリカビー以降の規部碑文には、この戦勝を記念する碑文が残っている。戦略上重要な土地であるピリッポイを東ローマ帝国は、 比較的早く850年頃には回復した。9世紀前半と同定される都市の管理や他の帝国官僚の印象が出土し、ピリッポイに帝国軍が駐屯していたことを物語っている。969年頃、皇帝にケフォロス2世フォーカスは、ピリッポイのアクロポリスと都市の一部を再び城塞化した。これによって、次第にウルガール人の勢力は衰え、 この地方における東ローマ帝国のプレゼンスは強化された。1077年、主教バシレオス・カルトチモプーロスは、市の内部の防壁を部分的にではあるが再建した。市は再び繁栄に向かい、1150年頃には、アラブ人の地理学者、イドリーシーの記録に商業とワイン製造の中心地として登場する。1204年の第四回十字軍による、 コンスタンティノポリス占領の後、ピリッポイは短期間フランク人によって占領され、その後、セルビア人に支配された。この時期においても、ピリッポイには古代のエグナディア街道における著名な要塞が残っていた。1354年、東ローマ帝国の定位戦勝者マタイオス、カンタクゼノスはこの地において、セルビア人に捕らえられた。ピリッポイがいつ頃放棄されたかは、 はっきりしない。16世紀にフランス人の旅行者ピエール・ベロンが訪れた時には、そこには廃墟以外は残っておらず、トルコ人が石切り場に使っていた。都市の名は最初ほど近い平野にあるトルコ人の村フィリベジックに残っていたが、この村は後に廃村となり、次に山中にあるギリシア人の村の名に用いられた。ダーエッケラー以降、エイチドーメットによるスケッチ。 1861年、16世紀の旅行者たちによる簡単な言及がなされた後、この都市についての最初の考古学的記述は1856年にペローによってなされ、続いてウージーとドームによるマケドニアの考古学調査が現れた。都市の発掘調査は1914年の夏に初めて行われ、すぐに第一次世界大戦によって中断された。 フランスの高等教育機関であるエコルフランセーズ・ダテーネが行った発掘は1920年に再開され1937年まで行われた。この調査によってギリシア時代の円形劇場、フォルム・バシリカ A および B、複数の公衆浴場、紙壁が発掘された。第二次世界大戦後、発掘調査は再開され、 1958年から1978年にかけて、考古学学会、サービスアーキアロジェケイついでテッサロ2期大学により、主教区画、八角形の聖堂、大規模な指定、博物館に近い、知られていなかった聖堂、市の東にある墓地の中の2つの聖堂が発掘された。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。 本項目は、英語版、Wikipedia2007 年3月11日の版の、省略に基づいており、英語版の記事の原本は2005年2月11日に、アクセスされたフランス語版、Wikipedia の記事及び、イーストン聖書辞典を取り込んでいる。以下、フランス語版の記事の文献を示す。ありがとうございます。